天空のハーモニーポケットモンスターエメラルド実況プレイ、皆さんここに一番ワラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。はい、前回は、砂漠を攻略しまして、その後トーカシティに戻ってまいりました。で、他のジムリーダーじゃなくてジムトレーナーさんは全員ね倒してきまして、ようやくパパとの対戦になります。で、パーティーは前回と変わらずなんですが、シルバちゃん先頭でやっていこうかなと思います。転がるがだいぶ強いので。ただなぁ、千里さん、まあ、誰使ってきたかな、全然覚えてないですけど、はい、もう早速戦っていきましょう。パパ、ここパパって出るのいいよね。あの千里とかじゃなくてさ。そうか、ジムバッジを4つ集めたのか。では約束通りポケモン勝負だな。翡翠、私は今こうして自分の子供と真剣勝負できることが嬉しくてたまらない。だが勝負は勝負、私はジムリーダーとして全力を尽くす。翡翠も本気でかかってくるんだ。いや、熱いですね、熱い男です。はい、やってまいりました、ジムリーダーの千里パパ。パッチール先手ですか。ちょっと私は気合を入れて正座で今収録してます私の足がしびれ切る前に果たして勝つことができるでしょうか。混乱しない、うー、効果今一つのはずなのに結構入るんだな。でもこれで、うわー、フラフラダンス、これやだな。シルバちゃんには残っててほしいんだよな。うう、マジか。だったら、向こうのパッチールの方が早いんだね。なんだ、素早さ、頭突き、いいよシルバちゃん。一旦回復しましょう。はい、回復、サイコソーダはきちんと買ってきております。すでに混乱している。パッチールにあれは使わないんですか、回復アイテムは。お、混乱解けた、突進、倒せる、オッケー、いいね。あ、レベルが上がらない。ケッキングもう出す、いや行こう行こう、シルバー、はい、出てきました強敵ケッキング、レベル31か。あ、外れた、カウンター、うわ、いや、んだ、カウンターかってなるとちょっときついけど、とりあえず突進でいきましょう。ケッキングの特性は怠けろと一緒で、怠けるのでワンターンは必ず休憩できるんですよね。でもシルバちゃん攻撃技しかないからな、頭突きでひるみを狙っていく作戦というのはどうでしょう。うわダメだ。いやでもカウンターでもそんなに効かないぞ。ってことはもう転がるでいっちゃいましょう。どれくらい削れるか、うわ全然耐久高いんですよケッキング。ケッキングはやる気者の進化系です。うう、これで転がるが決まり、うわ回復か、しかもウォンナミから元気、うわーマジか、シルバちゃんありがとう。だったらもう向こうが全力で来るならこっちも全力で格闘技を持ってるマイタケに頼んでいきましょう。ひとまずやどり木でしょこれ大事、これ大事だから。舞茸といえばやどり木みたいな、なるかみといえば電磁波がね、やっぱボス戦でかなり大事になってくるので、うわ効果抜群でこれしか食らわないのか。カウンター、うわいった、そんな食らう。だったらメガド、あーそっかそっか、回復してくるのか。あー
しくったしくったしくった。まあでもこっちの回復を済ませ、うわ全然効かないな。どうしよう。カウンターって物理攻撃を跳ね返してくるんですよね。だったらメガドレに、あ、から元気。嘘だろう。たが強い。んじゃあ鳴神だ、鳴神だ。もう行くしかないよ君が。これで鳴神後ろ姿凛々しくてかっこいいな。電磁波も入れます。うん、で宿り木のダメージ入る。から元気やってきたらちょっと怖いけど、スパークで、うわ全然効かない。うーから元気、いやマジか。ちょっと待って、それは効いてない。それは効いてないぞ。じゃあ心、心のあれだ、混乱狙いでいきましょう。宿り木これさあ、回復してこない。してくるかと思ったんだけど、次のターンで回復してくる感じ、もしかして。いいよ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 、このまま回復しないで。お、いけー心。よし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 、オッケーオッケーオッケー。あのケッキングが鬼門だと思ってたんで。よし、レベルも上がってやる気ものかってなると、この今頑張ってくれた3体を誰か回復させたいんですが、あ、ザクロイでさ秘密の力やってみます。まだ私使ったことないんですよね、そういえば。なので秘密の力、うか、結構効く。あ、全然ダメージが通らないぞ。一発耐えれるか。さ、71、38。どうしよう。かける。あ、切り裂く。あ、残った残った。そうそうそう、猛火にかけてたんですよ私は。ありがとう、ありがとう、ザクロン残ってくれて。から元気、から元気ってさ、いやそんな効く。急所って多分向こうの方が早いんで、だとしたら元気のかけらで舞茸かな、舞茸。いや、なるかみでもよかったけど。ありがとうザクロン、経験値上げられなくてごめんね。そしたら舞茸に出てもらい、マッハパンチ。ロー系強い。見たか見たか、パパ。まっすぐまか、まっすぐま。じゃあちょっとスバローに頼もうかな。スバローの根性にかける。あー、レベル高いな。だがしかしこっちの方が早い。切り裂くが厄介ですねこれ。どうしよう、これ回復してもどっちにしても自利品だよな。だったらもう翼で撃つで次につなげてもらうか。うわ、ちょっと待って、なんでそんな入んなくなった。おかしいでしょう。いやもうそしたら舞茸に頼むわ。舞茸のエース感が半端ない。マッハパンチ、はい。強かった舞茸。いやほんとケッキングが強すぎた。はい、でもなんとか勝てましたね。舞茸のおかげ、本当に育ててよかった舞茸。まさか、まさか翡翠に。
翡翠に負けるとは意気消沈のパパ。分かった、決まりは決まりだ、これを渡そう。やっぱ娘に負けるってショックでかいんだろうな。しかも10歳ですもんね、きっとね。はい、バランスバッジをもらいました、パパから。そのバランスバッジで翡翠のポケモンの防御力が高くなる。秘伝技の波乗りを覚えたポケモンがいるなら水の上を進めるようになる。これは私からの贈り物、翡翠なら使いこなせるだろう。小ざましん42、から元気とかかな。あ、ですね、小ざましんはから元気。毒や麻痺、火傷になると技の威力が倍になる。ピンチをチャンスに変えることができるかもしれないな。ジムリーダーとして言いようがないくらい悔しい。だが親としては嬉しいような寂しいような、不思議な気持ちだ。おお、いたいた、翡翠ちゃん、ちょっと来てくれないか。君に渡したいものがあるんだ。なあ千里さん、いいだろう。お宅の翡翠ちゃんをちょっとお借りしていくよパパの許可は？はい、この方はみつるくんのお父さんかな、きっと。翡翠ちゃん、無理に呼び出してすまなかったね。みつるはしたけタウンに行ってからすっかり元気を取り戻したよ。それもみんな君のおかげさ。何しろこの町を出るときにみつるがポケモンを捕まえるのを手伝ってくれただろう。あの時のことがみつるはとっても嬉しかったらしいんだ。いや、みつるだけじゃない、父親の私も嬉しいよ。あの子に君のような優しい友達ができたことがね。そのお礼というわけではないけど、これを受け取ってくれないか。秘伝マシン3を手に入れた。はい、波乗りを使えるようになればいろんな場所に行けるようになるよ。ありがとうございます。やっと待ちに待った水技ですよ。ちょっと寂しいからパパに会いに行こう。翡翠、たまには、あ、たまにはママにも会いに行ってあげるんだぞ。私はここで自分を鍛え直す。翡翠に負けたままではトレーナーとして悔しすぎるからな。まあ、親子で切磋琢磨って、それはそれで素晴らしいよね。まあ、パパとしてはちょっと引きずりそうな気もするけど。いやー、でもほんとパパ強かったよ、マジで。こんだけ瀕死にさせられ、結構ワンパンではないか、でもから元気でめちゃめちゃ落とされたしな、こっちの子たち。あー、なんとか一安心です。さて、回復をして波乗りを覚えさせようかなと思います。次の目的地はね、隣接シティから向かって右側、東側でいいのかな、あれはに向かっていきたいと思います。から元気って、あ、威力結構高いですね。誰かに覚えさせてもいいかもね。はい、波乗り、今の子たちは誰か覚えれる？覚えられないですね。ではでは、ようやく出番が来たんじゃないですか。君の出番がね、ウキハ。どうしようかな。ちょ、みんな強いから置いていきたくないんですけど、レベル差的に考えるとマイタケにお留守番してもらってもいいかも。パックがさ、結構小太郎ともレベル並んでるし、そこまで開きがないから育てたい気持ちはあるんだよね。まあ、このパーティーが安定かな。いやー、でもマイタケ置いてくのか、ちょっとな、心配。はい、で、波乗りを使います。はい、ウキハちゃんよろしくね。鳴き声とかいらないでしょあー、草タイプの技も忘れちゃったか。草
タイプの技はないもんね。種マシンガン前だけに使っちゃいましたし、まあしばらくは波乗りで食いつないでいくというかね、頑張ってもらいましょう、浮葉ちゃんにはといった感じで。ではでは、波乗りができるようになることにより、ここら辺の探索もそういえばできるね。でもこの辺なんかあるかな。ちょっと行ってきます。新しいポケモンも出てくるかもしれないですし、あ、違うわ、こっちの方向行くとあれだ、室タウンに行けるんですね。室タウンか、この辺の海って特に何もなかったような気がするんだよな。ただトレーナーがいっぱいいるだけなイメージですうん、悩みどこ。はい、ちょっと考えたんですけど、このまま海を渡っていこうかなと思います、せっかくなんで。で、基本的にカットですが、なんか面白いこと変わったことがあればそこの部分を映していくという感じにしたいと思います。で、電撃波をシルバーも覚えられるのか、でも心に覚えさせたいと思います。前々から覚えてもらいたいとは思っていたので。テレポートも便利なんですけどね、もうそろそろお役ごめんかなものまね、ですね、テレポートと変えましょう。はい、ありがとう。よし、ではこのまんま進んでいきたいと思います。よし、はい、途中なんですけど、メノクラゲがね出てきましたので捕まえていきたいと思います。なんかスーパーボールメノクラゲと似た配色ですね今気づいた。いけいけ、1回2回3回ゲット。はい、メノクラゲを捕まえました。心がいい具合に削ってくれましたね。メノクラゲ、クラゲポケモン、90cm、45.5kg、 体のほとんどが水分でできている。2本の長い触手を敵に絡ませ、先端についている毒針を突き刺すぞということですね。なかなか怖いというか、たまにあるよねポケモンですごい怖い説明の子。ではでは、名前をつけていきましょうかね。はい、クラゲが英語でジェリーフィッシュなのでジェリーにしたいと思いますなんかあんまりジェリー感ないけど、本当はちょっともじってジュリーとかジョリーとかにしようかと思ったんだけど、まあそのまんまジェリーにしたいと思います。はい、サイコキネシスを覚えるようになるそうです。よーし、これは念力お役御免じゃないですか。このまま、念力と変えましょう。念力もね、なかなかいいんですけど、サイケ光線より先に、てかサイケ光線を覚えるかどうかわかんないですけど、サイコキネシスを覚えるんですね。いや、これでかなり強化されたのでは。ダブルバトルなんですが、ヒトデモンって初めてですよね、このシリーズで。では容赦なく戦っていきたいと思います。まずトサキントから、そしてこの多分ヒトデモンのトレーナーさんも見たことないタイプのトレーナーさん、見たことないタイプのトレーナーさんっていうか、ビジュアルねが新しい人だと思います。お、鳴神の静電気が効いてます。
いや、鳴神の後ろ姿なんか 別人っていうか別ポケモンみたいだね今までのあのね、緑のちっちゃい子からしたら、いや成長したな。そして強いんだ、電撃波が、じゃないスパークがはい、レベル27に上がりましたよと。私じゃ相手にならなかったわ。ビキニのお姉さんかわいい。今ので疲れてしまったね、ごめんなさいね、競技中に。で、ここ今まだ水上なので水ポケモンを出してくる人が多くて、心の電撃波と鳴神中心で行ってるので、2人のレベルがめちゃめちゃ上がってきてます。浮葉がなー、草技覚えてればね、任せられたんですけど。それも発見しました、これですね。これまだ多分全部は探索できないんですけど、ちょっと見ていきましょうか。ステラレ船です。ありましたねこれ。さあ、ほぼ沈没船みたいな感じの船となっております。ダブルバトルなんで、どんなポケモン出してくるかわかんないですけど、サイコさん同士で、サイコさん同士っていう言い方は違うかちょっとフェイントかけないでほしいよね。あら、こんなところまで来て、君も物好きね。お、浮葉が新しく乱れ引っかきを覚えてみたいですよ。覚えたいみたいですよ。どうしようかね。乱れ引っかきうーん、今の技構成だといらないかもしれないな。まあ、猫だましよりは微妙変えるか。種マシンガンというね、なんかあの運要素がちょっとなくなったので、乱れ引っかき入れておきます。はい、ということでトレーナー戦が終わりまして、この人もトレーナーじゃないな。こういった船は珍しいので見学しておるのですよ。ふむふむ、他にも部屋がありそうですな。そうなんですよね。とりあえず出てみて、ここって面白いね、いるだけでワクワクしてくるよね。でもなんか沈まないんでしょうかね、この状態で。ここはさっき見たので、お、アイテム、ハーバーメール、ゴミ箱は何もなしと。なんか部屋には置いてあるものの偏りがすごいね普通に客室みたいな感じのものもあれば、椅子しか置いてないみたいなところもありますし。はい、船乗りは船に乗るとき必ずポケモンを持っている。ちょいと勝負してくれ。ちょっとぼーっとしてたんですけど、新しいポケモンですね、玉ざらしが出てきました。思わずザクロに変えちゃったんだけど、この子水タイプ入ってるよねアイスボール、まあでもこっちには効かないので、火の粉、あー効かないですね。氷タイプのって初めてかな、玉ざらしがこのシリーズで。お、ゴーリキーだって。じゃあ有利なスバローに代わってもらいましょう。結構このステラレ船、なんか当時から好きだった思い出があるんですけど、何が好きだったんだろう今考えるとちょっと不思議かな。でもね、なんか音楽が好きだったな、今も好きですけどね。音楽使ってる場所って他にもあったっけ、全然思い出せない。こりゃ参った。
そう、この音楽ね、なぜかすごい好きなんですよね。なんだか船の中にいるだけで酔ってきちゃった。船はちっとも動いてないのに。なんかそういう船に乗ってるって思い込んじゃうだけであるかもしれないね。で、はい、ここの先ちょっと水がね濃くなってると思うんですけど、あそこ実は行けるところでして、でも今の時点では行く方法はないため、この辺の散策をしていきたいと思います。お、穴抜けの紐、結局まだ使ったことない穴抜けの紐。これはダイブボール、ダイブボール初めてじゃないか。ダイブボールは初めてですね。海底にいるポケモンが捕まえやすくなるボールということです。ダイブボールの、デザインも結構好きです。探検にぴったりの場所だからなんだかワクワクしてくるよ。きっとすっごい宝物があるぜ。あ、だからかな、なんかその探検で、なんだろう、ワクワクする場所だったから私も当時から好きなのかな。わーい、船だぞ。結構大きな船ですね。船の中でも浮き輪持ってたらおかしい？まあ別にいいんじゃないかな。何かあった時にすぐそのまま海に飛び込めるんで。ふい、勝ちましたよーと。うわ、いきなりか。強さも優しさもこれ、トレーナーの宝。泳ぐの下手だけど勝負は強いもん。はいはい、じゃあお宝はいただいていくよ。元気のかけら、いいね。このシリーズでは重宝してますから。お、これもダブルバトルかな。結構みんな満身創痍になってきてるなあ。まあでもこれで挑んでみるか。あら、お宝探していたのにトレーナー発見しちゃった。ナッツさんだって。はい、また新しいトレーナーたちですね。ラブラブカップルのナッツとフミが勝負を仕掛けてきた。おお、バルビートとイルミーゼ。バルビート出てきてないですね、そういえば。よーし、じゃあ戦っていきますか。お、もう悔しいな、あなたなんて登録しちゃうんだから。はい、ラブラブカップルと仲良くなりました。ちょっとね、だいぶこちらが傷ついているので回復をしていきたいと思います。でもウキハもレベルが並びましたね。ってなると、いろいろ順番を入れ替えてもいいかもしれないですね。とりあえずは水タイプが多いんで、ココロかナルカミ安定かな。多分この子は戦ったので、上だ、上。はい、博士みたいな人が。クスノキ艦長に頼まれてね、この船の調査をしてるんだ。ついでに探知機を探してきてほしいって言われたんだけど、見当たらないな。これはサブイベントみたいな感じでしょうか。おお、倉庫の鍵だ。さっき開かなかった扉があると思うので、そこをバッチリ開けていきましょう。ここですね。はい、差し込んだ鍵は抜けなくなったが扉は開いた。はい、何でしょうこれは。冷凍ビーム？やったー。冷凍ビームってなんか強いイメージないですか？っていうか普通に強いよね。冷凍ビーム誰に覚えさそう。ウキハだけか今のところ。覚えてもらおうかな。ちょっと待っとこう。またこれからね、入ってくる子たちともなんかいろいろ相談してね、やっていきましょう。で、探知機が見当たらなかったので、まあそれは後々なるかなと思います。はい、では捨てられ船の探索が終わりましたんで、引き続き海を渡っていってカイナシティの方に行きたいと思います。
スバローがガムシャラを覚えたいみたいですね。ガムシャラってなんだっけ。自分の体力が相手より少ないほどダメージを与える。あー、電光石火と変えてみようかな。あんまりね、ガムシャラも使ったことないんですよね。変えてみよう。はい、今回の旅ではあんまり使ってきてないポケモンとか使ってきてない技とかをなるべく使えるようにしたいなと思っております。するみたいです。レベル30で最終進化を迎えます。おー、麗しい。キラーン。はい、おめでとう。心はサーナイトに進化した。美しいよね、サーナイト。はい、順調に海を渡ってきておりますが、まあそれなりにこちらも満身創痍です。で、心の電撃波がねめちゃめちゃ強いので、ナルカミとスバロー、心がレベルが結構飛び抜けではないけど高めっていう感じですかね。そんでもって忘れないうちに見たい図鑑説明は、サーナイトはどこですか。いた。はい、サーナイト法要ポケモン。 1.6m、 48.4kg。 サイコパワーで体をきた、あ、じゃじゃじゃ、支えているため重力を感じていないらしい。へえ。トレーナーを守るために命を懸けるということで、本当になんか慈悲深いというか、トレーナーさんをすごく大事にするポケモンですね。いや、サーナイト本当に見た目とか好きなんですよね。はい、カイナシティの港まで戻っ、港？ビーチまで戻ってまいりました。はぁ、大変だったお金がめちゃめちゃ溜まってますね、知らぬうちに。はい、で、ここでサイコソーダを、調達し、メンバー入れ替えようかな。ちょっと心のレベルが一人だけちょっと飛び抜けてしまったので、マイタケかコタと入れ替えて、コタかな、コタと入れ替えて進んでいこうかなと思います。今サイコソーダいくつ。10本あればまあまあまあいけるかなわかんない。道中が長ければ長いほどね、まあ、きついことはきついんですよね。はい、じゃあ時間的に動画の時間がどうかは分かりませんが、ちょっとだいぶねここまで長いこと撮ってるので、一旦ここで収録を切りたいと思います。まず、新しく捕まえたジェリーはクリアボディ、相手に能力を下げられない。あ、慎重な性格だって。これは多分心の影響ですね。特防めちゃくちゃ高いな。はい、こんな感じですね。で、移動してもらって、そんでもって、マイタケの方がちょっとレベルがやっぱ高いからコタに変わってもらいましょう。心だね。心がパーティー外れるってあんまりないですよね、今まで。いやー、ちょっと頼りになしてたんで、今まで心細くあるけど、まあ、誰が離れてもそれは思うんだけどね。はい、ではでは、はい、次回はまた近接シティに戻って、近接シティから右側に行きたいと思います。はい、その前にあれだな、自転車も変えていこうかなと思うので、まあそれは裏でやっておきます。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね。バイバーイ。